新し年岳、新し年岳、新も、江岳は、九州南部の霧島山中央部に位置し、有史以降も噴火を繰り返している標高百4 2 1メートルの活火山である。山東三角点は、山頂のカルデラ園にあり、噴火口及びカルデラは、鹿児島県霧島市域に位置する。尾根筋は、宮崎県小林市にまたがる。 霧島山最高峰である韓国岳と霧島山東部にそびえる霊峰高千穂峰の中間付近に位置し、ししど岳と中岳の間に割り込むようにしてそびえるなだらかな円水台形の火山であり、山頂に直径750メートルの円形火口を有する。火口堤には平成噴火前まで直径150メートル、水深30メートルの青緑色を呈する。 河口湖の新しい年池が存在していた。地質は、奇跡安山岩からなる、基盤山体の上に、火災球が重なった構造となっている。河口壁の南側に二つの岩峰が喫立しており、うさぎの耳と呼ばれている。山域は1934年、昭和9年3月16日に、霧島役国立公園の特別保護区域に指定されている。 平成噴火前まで高千保川原から中岳を経由した登山道が整備され山頂付近の植生はススキを中心とした草原となっておりところどころに低木の宮間霧島群記事が散在していた当時も火山活動によってしばしば登山禁止の措置が取られる便宜上10万年前よりも古い時代を古期活動期10万年より新しい時代を 新規活動期として分けている。古期の活動として、霧島火山群の韓国だけなどとともに、約15万年前の活動で形成され、数万年の休止期間を経た約6万年前頃に活動を再開したと考えられる。新しい年だけとしては、約1万年前に三体形成が始まり、約5600年前、約4500年前、約2300年前にも、 プリニー式噴火があり、周辺に噴物を堆積させている。有史以降の活動は1716年に始まった。1716から1717 17年の一連の噴火活動は水蒸気爆発に始まりマグマ水蒸気爆発からマグマ噴火へと変化し、断続的に約1年半続いた。火災物効果によるマグマ噴出量は0.07ドレクム。 火山爆発指数、米4強報年間の活動は、第1期、1716年4月10日、5月7日、第2期、9月26日、第3期、11月9日、第4期、12月、第5期、1717 17年2月、第6期、3月から4月、第7期、9月6日の7期に分けられる。この一連の活動では、第3期において、 最大の人的経済的被害を生じ、死者5名、負傷者31名、神社、仏閣消失、消失家屋6 0余件、牛馬405頭死などの記録が残っている。1822年1月12日、文政4年12月2日朝、山頂付近に白煙が観察され、夕方に水蒸気爆発を伴って噴火した。14日、 22日には南方を流れるアモリ川で火山泥流が発生している。8号目付近に新しい4箇所の河口が形成され、軽石や火砕流の噴出を伴う噴火が繰り返された。噴火により、小林営林所職員や霧島町内にある湯野の温泉の施設従業員らが避難を余儀なくされた。周辺の市町村では新しい粘池の水が溢れて、 山津波が起きるという不安が広がった。火山灰は西風に乗って高原町、小林市、野尻町、高崎町、綾町、本庄町、高岡町、宮崎市にまで及び、特に大畑池付近では深さ2 0トル、山麓の高原町と小林市でも3の5トルに達した。大きな噴石は、河口から1.3から1 5トルに及び、中には、 直径1メートル以上のものもあった。噴石によってクワや茶など樹木の枝が折られる被害があった。火山灰によって小麦190ヘクタール、大麦380ヘクタール、塩爆72ヘクタール、菜種26ヘクタールの農地に被害が及び、雨によって作物に火山灰が付着したことが被害を大きくした。火山灰のために、 高原町内の上水道供給が一時停止された。2月19日から翌日にかけての雨により流された火山灰が霧島側に流入し、鮎の漁獲に深刻な影響を及ぼした。キット線ではレール状に積もった火山灰により列車がスリップし立ち往生する被害があった。林業の被害金額は8億60円。農業の被害金額は60円。 被害の総額は10億1、608万円に上り、観光にも影響を及ぼした。火山灰や火山ガスのため山頂付近の植物は、ほとんど腰死したが、その中においても宮間霧島の根は温存され、1967年、昭和42年の調査において、群落の復活が確認されている。 その後しばらく顕著な活動は観測されず、表面的には平穏であったか、1991年に噴気活動を再開して、以降、2005年から2007年にかけて GPS 観測で山体膨張が観測されたほか時折、地震活動の高まりが生じていた。2008年に山頂直下の火山性地震が増加し、17年ぶりに水蒸気噴火が起こった。 2005年9月から2007年9月には山頂部が膨張し、2007年9月から2009年12月頃までは山頂部は収縮に転じたが、再び広い範囲で膨張が起こり2011年1月の噴火に至った。観測データ解析の結果、山頂部膨張の圧力源は山頂直下610メートルで体積は8 8 0メートル程度と求められた。 深い場所のマグマだまりへのマグマの蓄積は2006年から2009年12月頃にはしまっていたと考えられている。しかし2011年噴火直前まで前兆となるマグマの上昇に伴う稼働周辺での顕著な地震活動は観測されなかった。2011年平成23年1月19日に約半年ぶりに噴火した後1月26日に じゅんぷりに意識噴火が発生した。1月27日頃から溶岩の出現も確認され、約300年ぶりのマグマ噴火となった。マグマ噴出量は0.0172ドレクム、火山爆発指数、米3。1月19日以降の噴火により噴出した火山灰は、新し年岳の東側にあたる都の縄文地、宮崎平野南部、ワニツ山地などに広がり、 遠隔地の日南市にまで荒廃が及んだ。このため河口に近い高原町、都の城市及び霧島市を中心として多くの被害が発生。特に1月26日夜から1月29日にかけては継続的に荒廃があり、交通機関においては鉄道の運転見合わせ、高速道路の通行止め、空港の一時閉鎖などがあった。道路に溜まった。 火山灰を除去するため、鹿児島市から路面清掃車と散水車が、宮古野城市と日南市へ派遣された。小中学校の休校や観光施設の一時閉鎖などの影響もあった。高原町、宮古野城市及び霧島市では住民の避難も行われた。農業においては農作物の生育不良や汚損などの被害があり、宮崎銀行や宮崎太陽銀行は被害を受けた。 個人事業主や農家に対応する融資を提供した。韓国だけや、大畑池家から中岳までは入山規制、高千穂峰も、周辺道路の交通規制により登山できなくなった。J リーグの川崎フロンターレ、東京ベルギ 1969, アビスパ福岡、横浜 F マリノスなどの多くのクラブは、宮崎県内でのキャンプを中止あるいは中断した。2017年。 平成29年9月23日より火山性地震が増加し10月5日に噴火警戒レベルが1から2へ引き上げられた10月11日5時34分頃6年ぶりに噴火し噴煙が河口炎上300メートルまで上がった噴火は小規模だったが気象庁はさらに噴火が活発化する可能性があるとして11時5分に 噴火警戒レベルを3に引き上げた。10月14日には噴煙が加工場2300メートルまで上がった。10月15日には気象庁が火山ガス放出量が1日1万1000トンに急増したと発表し、警戒範囲を3キロメートルに拡大させたが、10月17日を最後に噴火は停止した。この活動で噴出した物質には、深部から 急減圧したマグマ物質と考えられるガラス光沢のある暗色粒子が含まれていたと告げされている。2017年7月頃から GNSS の観測で霧島山を挟む地点間の距離が伸びる地殻変動が継続し霧島山の地下にマグマの蓄積が続いていると考えられていた。の噴火に伴い2018年3月6日から8日にかけて このマグマだまりの収縮と考えられる変動が観測された。2018年平成30年3月1日8時頃から火山性微動が観測され11時頃に噴火が確認された。同日16時40分、気象庁は警戒範囲を 2km から 3km に拡大した噴火警戒レベルは2017年10月から3、継続。 3月2日以降も火山灰を放出し続けた。3月6日には火口内に溶岩が確認され、14時半ごろ爆発的噴火が7年ぶりに発生。6日には後輩により、鹿児島空港を発着する78便が欠航した。爆発的噴火は6日に18回、7日に16回観測されるなど、その後も繰り返された。溶岩は8日夜までに、 火口内をほぼ満たし、9日には北西側の火口園を越えて溶岩流が流出しているのが確認された。10日には噴煙が火口から4500メートルの高さまで上がり、大きな噴石が火口から1800メートル飛散したことなどから、気象庁は警戒範囲を3キロメートルから4キロメートルに拡大。これらの噴火は溶岩の内部で 火山ガスの圧力が高まって爆発したと推定される。火口からの溶岩の噴出は9日頃にほぼ停止したと考えられ、その量は約1400万メートル、0.014キロメートル。火口園から溢れた溶岩流は幅約200メートルで、ゆっくりと流下し、13日時点で火口園から溶岩流の先端まで80から90メートル程度と推定されている。 3月中旬以降は噴火の間隔が徐々に長くなった。3月25日の噴火では、ごく小規模な火砕流が発生。4月5日の噴火では、噴煙が火口から8000メートルの高さまで上がったと推定される。新しい年だけは、現在も活発な活動を続けており、状況の変化に応じた噴火警戒レベルが設定されている。 最新の警戒レベルについては、気象庁のウェブサイトで確認することができる。霧島山の山々は、霧島山、新し年岳と、霧島山、五八の二つがそれぞれ警戒対象に指定されている。地方自治体もリーフレット等で、防災に関する情報を提供している。鹿児島地方気象台及び、東京大学地震研究所や、京都大学防災研究所、 防災科学技術研究所、産業技術総合研究所などにより常時観測がなされている。通常は常駐観測者はいないが、霧島市牧園支所に拠点を移し観測体制強化。以下の源流となる河川は、鹿児島湾と太平洋へ流れる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。